日本一の美容師ファムさん。前回ね、目が合うだけで女性が妊娠するヘアみたいのをファムさんにやってもらったんですけど、その第2弾を。もう今ね、考えてます。あ、もう思い浮かんでます？さすが日本一の、あ、女性部門ですよ。あれですよね、あのコメント欄に別の人が日本一だろみたいな、ちょっとバカかと、お前らはもっと知名度があれば日本一だと思いやがってっていうことでちょっと説明してください。まあ、みんなね、フォロワー数が全てだと思う。そう、お前らバカだ、バカ。友達です。仲いいらしいです。向こうはあのブランディングが上手なんですよ。俺そういうのは好き。そう、メンズ部門でその人は1位で、ファムさんはレディース部門で1位だった。奥ちゃん部門で1位。奥ちゃん部門で。奥ちゃんは1位です。あの女性を妊娠させる秋冬バージョンね、ちょっと今回はね、ファムさんにやってもらおうかなっていうことで、もうね、1位全然。髪色とか全部自由で、全部お任せでやってもらいます。よろしくお願いします。上海からお客さん、渋谷で上海から来たんですか？来てくれる。すごっ。よく来る、台湾とか外国の探して、なんかまとめられてるっぽい。あー、なるほど。英語しまとめられてるんだぞ、おい。この美容院の URL とかね、奥ちゃんのインスタの URL とかね、概要欄に貼っとくんで。フォロワーめっちゃ増えました。やばいっすね、あれ。びっくりした。インスタフォローされて変なの来ました。変な DM とか気持ち悪いやつ、何カップですかとかないんですか？ないんだ。そういうのはない。お前らもっと攻めろよ。いやいやいや、そういうのはもう言ってもいいですけど。言ってもいいらしいです。内緒で教えてもらっていいですか？じゃあ俺教える。大丈夫です。大丈夫です。お待ちください。え、ここの部分しか染めないですか？明るくしてもらえないみたいな。どんなになっちゃうんだろう。これどういう仕上がりになるか奥さんは知ってるんですか？いや、なるほど。手の内、何する気だ。流されてきます。はい、かわいい。はい。あ、なんかここ明るい。どんな感じ？どんな感じ？わからない。はい、何でしょう？チラッチラッチラッ。はい、塗ります。何色ですか、これは？キャベツ。キャベツ。一体どうなるんだ。めっちゃ緑だ。めっちゃ緑。これちょっと未だかつてないですね。面白い感じ。あわ、黄色なんだ。おー、初めて見たみたいな話してますけど、大丈夫ですか？まあ、ほぼ実験だよ。はい、ということで、髪をね、洗い流してもらいました。ついでに、あの、奥ちゃんの最後のヘッドスパ動画もね、撮ったんでね、それはね、多分この動画の後に上がると思うんで、奥ちゃん、実はね、まあ、こっちでも一応言うけどね、奥ちゃんね、今日がね、最後の出勤日らしくてね、もう美容師じゃなくなるらしくて、なんでかは、まあ、その次に上がるヘッドスパの動画をね、見てもらえばいいんだけど、悲しいですよ。見ましょう。お願いします。上と下両方染めたじゃないですか。何色と何色なんですか？いや、全然教える気はないんだけど、妊娠するホルモン入れるから。なるほど。なんかこう切る時にハムさんのこだわりポイントとかちょっと語ってもらっていいですか？お任せで。あ、9割ぐらいです。あ、9割お任せなんですよ。あ、そうなんだ。だからお任せでの中で最大限疲労に合わせる。はいはい。ホームページでクセッキュのスペシャリストって書いてらっしゃる。実際それで全国からお客さんの人を結構待ってる人、全国のクセッキュの人、アンアミ吉祥寺店でファムさんに切ってもらうとね、お悩み解決されます。ライフの悩みも結構解決してる。生活ですか？悩みがある人は悩み相談室アンアミ吉祥寺店に。これなんかここで借り上げてるんだけど、ファムさんなぜかバリカン使わないですよ。やっぱ生がいいじゃん。生がいい。やっぱ生がいい。質感だよ。バリカンだと違う。バリカンだと骨格にフィットできないじゃん。まっすぐしか切れないです。骨格に合わせてちょっとずつちょっとずつ、なんかフィット感が違うんだよね。素人じゃ完全に難しいやつですね。
違うんだ。ハサミの方がいいんすね。確かに俺ここへこんでますね。へこんでるからそこは起こしてる感覚を矯正してる。なるほど。グラデーションは作れないよね。ああなるほど。ちょっと分かった今の。でも女性部門1位だけどもちろん男性もいけちゃいますよ。いやもう両党両党です。両党です。言い方が本当に1位なのって思う人はね、1回来てハムさんに切ってもらってもいいかもしれないですね。これ妊娠します女の人ちゃんと。こだわりポイントは、はい、癖を生かした束感覚。あ、癖を生かしてるんですね、これは。で、上げても下ろしてもらってるような、ツーウェイスタイル。じゃあ、もう完成をお待ちください。はい。ということで完成しました。これこの後ろがね自分じゃ見えないんだけどすごい色んじゃないですか。これネオサティですねこれが。ということでいかがでしょう。これあれ結構俺には新しい髪型ですね。これ結構かっこいいけど新作です。これあのまた妊娠させ部屋なんでこれ。ということで少子化に弾むよ。何これ。